うちは普通のホテルとは違うんですよ。お客様もそれなりの方が来られます。そう言ってドアマンはちらりと私たちが乗ってきた車を見た。お車を見る限り、うちのホテルへ来られるお客様とは思えませんでしたので、お隣の旅館と間違われたのではないでしょうか。馬鹿にしたように笑いながらそういうドアマン。私は恥ずかしさのあまり何も言えなくなった。それでもここに来たのは間違いではないと伝えようと口を開いた時、父が車から降りてきた。こいつは今日でクビだから許してやれ。ポカンとする私をよそに父は話し始め、私の名前はユカ。平凡な家庭で優しい両親のもと、何一つ不自由な思いをせず育ち、平和な毎日を過ごしている。そんな私だが、一つだけ気になることがあった。それは父親のことだ。父は定年退職してからというもの、すっかり活力をなくしてしまっているのだ。たまに趣味のゴルフへ行く以外は、家でテレビを見てぼーっと過ごしている。働いていた頃からは想像もできない父の姿に、私と母は戸惑っていた。このままこんな状態が続いたら、一体父はどうなってしまうのだろう。そう不安に思う日々が続いていた。そんな状況を何とかできないかと考えた結果、私は両親の結婚記念日に旅行をプレゼントすることにした。昔から旅行好きである二人は、時間ができるたびに旅行へ行っていたのだが、年を重ねたこともあり、ここ最近はあまり行っていない。しかし、テレビを見ていた父がぼそりと、ここ行ってみたいな、とつぶやいたのを私は聞き逃さなかった。その時、テレビで特集されていたのは、隣の県にある有名な高級ホテル。調べると値段にもびっくりしたが、常に予約がいっぱいで、なかなか泊まれないという事実にも驚かされた。当然のごとく、両親の結婚記念日の日も満室だった。しかし、どうしても諦めたくなかった私は、隙を見てホテルに電話し、キャンセルが出ていないか尋ねたり、ホームページを確認して空室がないかチェックしていた。そして先日、ついにキャンセルが出た部屋を予約することができたのだ。私は飛び上がるほど嬉しかった。両親に旅行のことを伝えるととても喜んでくれた。特に父は行きたかったホテルに泊まれるということで、今までに見たことがないくらい嬉しそうな顔を見せてくれた。結婚記念日なので二人で行ってもらうつもりだったのだが、せっかくならユカも行こうと言ってくれた。ホテルに確認すると、同室であれば一人増えても問題ないと言われたので、私も旅行にお邪魔することに。久しぶりの家族旅行、さらにあの有名なホテルに泊まるというだけあって、私たち家族は今までになくワクワクしていた。旅行の話をしてから、父も楽しんで準備をしている様子がうかがえ、私は嬉しくなった。当日朝から両親はそわそわしていた。めったに泊まれない高級ホテルに泊まるんだから無理もない。母はしきりにメイクや服装を気にして、何度も私に変じゃないと尋ねてきた。変じゃないよと伝えても、何度も着替えて、ああでもないこうでもないと一人で悩み続けていた。父は普段通りテレビの前から動かずにいると思いきや、よく見るとチャンネルを頻繁に変えていて落ち着かない様子。いつもはどんと構えて見える父が、こんなにそわそわしているのは初めてで、なんだかおかしかった。そろそろ出ようか。私は両親を愛車に乗せ、ホテルへと出発した。この車も、もう替え時だな。車に乗り込んでしばらくすると、父がふとそんなことを言い出した。確かにそうなんだけど、なかなか手放せなかったんだよね。思い出がたくさんあるものね。この車は社会人になって数年間、一生懸命お金を貯めて買ったものだ。軽自動車で大して高くもない普通の車。でも父に相談に乗ってもらいながら、悩みに悩んで選んだ車だ。
人生で初めての高い買い物だったこともあって、思い出深く、買ってから10年ほど経ってもなかなか手放せないでいた。でもそろそろ買い替えようと思ってるの。10年も経つとさすがにいろいろとダメになってきた部分も多くある。いつもの車の状態を見てもらっている整備士さんから何度も買い替えを提案されていることもあって、買い替えを本格的に考えようと思い始めていたのだ。だからこの車で行く家族旅行はこれで最後かも。そう、寂しいわね。この車を買ってから私は両親を連れてたくさん出かけた。近所のスーパーから家族旅行までいつもこの軽自動車に乗ってどこまでも両親を連れて行った。私だけでなく両親もこの車には思い入れがあるようだ。なんだかしんみりした雰囲気のまま私たちは目的地のホテルへ到着した。恐る恐るホテルのメインエントランスへ車を横付ける。するとドアマンがさっと車へ近づいてきた。さすが高級ホテルのドアマン、身のこなしが美しい。この人が車の誘導をしてくれるのかと思ったが、よく見ると何やら険しい顔をしていることに気づいた。身振り手振りで何かを伝えようとしているが、少し距離があるので聞き取れない。仕方ないので車から降り話を聞くことにした。ちょっと待っててと両親に伝え、車を降りドアマンに近づく。ここじゃないですよ、間違ってます。開口一番そう言われ、私は戸惑ってしまった。え、こちらのホテルを予約したのですが。そう伝えるとドアマンは鼻で笑った。失礼ですが、お客様のような方々がうちのホテルに泊まれるわけないですよね。どういう意味ですか？失礼な物言いに私は不快な気持ちを隠せなかった。きっと表情にも出ていたと思う。うちは普通のホテルとは違うんですよ。お客様もそれなりの方が来られます。そう言ってちらりと私たちが乗ってきた車を見た。お車を見る限り、うちのホテルへ来られるお客様とは思えませんでしたので、お隣の旅館と間違われたのではないでしょうか。馬鹿にしたように笑いながらそう言った。ドアマンの言う隣の旅館は、安価な値段で泊まれることで有名な場所だ。安価なだけあって、建物や設備は古く、年季を感じさせる。しかし、それを補うほどサービスが手厚く、丁寧で、十分な満足感を得られると評判だった。ホテルと旅館は途中まで道が一緒なため、間違えてこちらのホテルへやってくる客も多いのだろう。お前たちはこのホテルには似つかわしくない。暗にそう言われたことで、私は恥ずかしくて何も言えなくなってしまった。しかし、同時に怒りを感じてもいた。確かにこの車は古いし、このホテルに来るにはふさわしくないのかもしれない。実際、軽自動車で乗りつけたのは私たちだけで、他の車は高級車ばかりだ。TPO を無視していると言われたら反論はできない。だからといって、思い出の詰まったこの車を何も知らない人に馬鹿にされるいわれはない。それに、どんな車に乗っていようと、予約したからには泊まる権利があるはずだ。ここに来たのは間違いではないことを伝えようと、再び口を開こうとしたとき、父が車から降りてきた。どうやら後部座席の窓を少し開けて、私たちの会話を聞いていたらしい。こいつは今日で首だから許してやれ、ゆか。ポカンとする私に構わず、父はドアマンを睨んだ。まさか、このホテルに客をバカにする従業員がいたとはな。ドアマンは一瞬ひるんだが、すぐに父を睨み返した。あなたに僕をクビにする権利はないでしょう。オーナーでも社長でもないんだから。確かにドアマンの言う通りだ。私たち家族はこのホテルには縁がなく、父には何の権限もないはずだ。
それなのになぜ父はクビだと言ったのだろう。確かに、俺はオーナーでも社長でもない。でも、このホテルのオーナーは俺の元部下でね、深い付き合いがあるんだ。驚くドアマンと私をよそに、父はオーナーとの関係を語り出した。ここのオーナーは昔、うちの会社に勤めてたんだよ。このホテルを継ぐ前の話だから、何十年も前のことだがな。初めて聞く話に、私は驚きを隠せなかった。不器用なやつでな。真面目なんだが、会社ではなかなか評価されなくて、よく面倒を見てやったよ。初めての部下ってこともあって、張り切ってさ、若かったな。そう語る父は、昔を思い出して懐かしんでいるような表情を浮かべていた。あいつはよく悩んでいたよ。このホテルを継いだら、自分のやりたいことができないってな。高級ホテルに泊まれる人は限られてる。もっと多くの人にサービスを提供したい。笑顔にしたい。そう言ってた。いろんな人の笑顔が見たいって言ってたあいつが、君の態度を知ったら、一体なんて思うんだろうな。父はドアマンを見てそう言った。普段温厚な父が怒っているのを見たのは、これが初めてだった。そのお話が本当なら、ここにオーナーを呼んでみてくださいよ。お知り合いならできますよね。ドアマンは父の話が本当だとは夢にも思っていないようで、強気な態度を崩さなかった。そんなドアマンの態度にも動じず、父は、わかった、とつぶやいた。そして、ポケットからスマホを取り出して、どこかへ電話をかけ始めた。もしもし、久しぶりだな。今、お前のホテルにいるんだ。悪いが、玄関まで来てくれないか。父は電話の相手に向かって、ドアマンとのやりとりをこと細かく説明し始めた。さらに、このホテルは客の車や服装で態度に差をつけるように教育しているのか、と尋ねていた。電話の向こうから焦ったような声と、平謝りする声が聞こえる。電話を終えた父はドアマンに向かってこう言った。今からここへオーナーが来る。覚悟しておけよ。ドアマンはみるみるうちに青くなった。さっきまで私たちを馬鹿にしていた人と同じとは思えないほど怯えた態度だ。しばらくして本当にオーナーがやってきた。高そうなスーツをビシッと着こなす恰幅の良い男性だった。この度はうちの従業員が失礼なことをして大変申し訳ございませんでした。私たちに向かってオーナーは深々と頭を下げた。ドアマンにも頭を下げるように言い、彼はおとなしく頭を下げた。弱々しい声で謝る声がかろうじて聞こえる。君の態度がひどいとは聞いていたが、まさか本当だったとは。じろりと睨まれたドアマンは小さく縮こまっていた。こうなってしまった以上、君をここで働かせるわけにはいかないね。オーナーはため息をついてそう言った。それって、クビってことだ。ドアマンはその場で膝から崩れ落ちた。後に聞いた話だと、ドアマンの態度は従業員内で問題になっていて、本人にも何度か注意をしたことがあったらしい。でも、オーナーが視察に来るときや、ドアマンの言う、それなりのお客様が来たときは、誰よりもきちんとした接客をしていたので、オーナーも、噂は仕事のできる彼へのやっかみと思っていたのだそうだ。旅館へいたずらをしているという噂も、きちんと確かめねばならないようだ。オーナーは、このホテルだけでなく、隣の旅館の経営者でもあるのだと、私はこの時初めて知った。幅広い層のお客様を幸せにしたいという思いから、ホテルを継ぐ前に自ら始めた旅館らしい。オーナー曰く、
ドアマンにはこういう噂があったのだそうだ。旅館へ泊まる客がホテルへ迷い込んだ時に暴言を吐いたり、ホテルの玄関を掃除した際のゴミを旅館へ投げ入れるなど悪質ないたずらを繰り返していると、オーナーが旅館の従業員や彼の同僚に確認したところ、言い逃れできないほどの証拠が集まったそうだ。問い詰められたドアマンは素直に事実を認め謝罪した。ホテルはドアマンの憧れであり、そこで働けることに喜びと誇りを感じていたそうだ。しかし、その憧れのホテルの隣に古びた旅館があることを彼は常々不満に思っていたらしい。旅館の存在やそこに泊まりに来る客が迷い込んでくることは、ホテルの景観を損なう出来事だと捉えていたという。そこで旅館に泊まりに来る客がいなくなればいいのだと考え、客が減って旅館が潰れるようにいたずらを繰り返していたそうだ。それを聞いたオーナーは怒りに震えたそうだと父から聞いた。私はホテルの玄関で揉め事を起こしてしまったことを申し訳なく感じる。しかしオーナーは悪いスタッフを追い出す機会ができて、むしろ感謝していると言ってくれた。それに金谷さんには昔から感謝しているんです。旅館を始めることができたのも金谷さんのおかげですからね。え、どういうことですか？オーナーは父の部下だった時代にホテルを継ぐべきか相談したことがあったそうだ。ホテルを継げば幅広いお客様を笑顔にしたいという思いとは違った理念のもと働かなければならない。しかし自分が継がなければ代々受け継がれてきたホテルを潰してしまうことになる。どうすればいいのかと。その時父はこう言ったそうだ。本当にお前の思いを叶えたいなら、ホテルを継いでもできることはあるはずだ。どっちも選べないなら両方掴んでみろよ。働いていた頃の父らしい強気な言葉だ。当の本人はそんなこと言ったかなと恥ずかしそうにしていた。父の言葉に感銘を受けたオーナーはご両親を説得してホテルの隣に小さな旅館を建て経営を始めたそうだ。幅広いお客様が来れるように安価な値段設定で手厚いサービスが受けられる旅館。オーナーの思惑通り、泊まった人はその丁寧で手厚いサービスに満足し、笑顔で帰っていく方が多いと評判だった。今の私があるのは、金谷さんの言葉があってのことです。それだけでなく、会社員時代、未熟だった私に、熱心に仕事を教えてくださったこと、感謝しています。本当にありがとうございました。と、オーナーは父に向かって、再び深々と頭を下げた。わかったわかった。もういいから。今日はここに泊まっていいんだよな。もちろんです。ご案内いたします。こうして、私たちは無事にホテルへチェックインすることができた。オーナーが迷惑をかけたお詫びとして、スイートルームを用意してくれたおかげで、予定よりも豪華な部屋に泊まれることになった。宿泊している間、手厚いサービスを受けることができ、一生忘れられない素敵な家族旅行となった。ドアマンは、ホテル側の計らいで住み込みで働いていたらしいのだが、今回のことで住むところも仕事もなくし、憧れのホテルから遠く離れた地元へ帰ることになったそうだ。父はあの出来事がきっかけで途絶えていたオーナーとの付き合いが復活したらしい。趣味のゴルフにオーナーを誘ったり、オーナーから誘われて飲みに行くことも増えた。以前のようにぼーっと過ごす日々はなくなり、生き生きと毎日を過ごしている。会社を退職して無気力な状態になっていた時は心配したが、オーナーのおかげで楽しそうな表情を見ることができるようになり、私と母はほっとすると同時に嬉しく思った。旅行の後、私はついに車を乗り換えた。思い出のある車を手放すのはやはり寂しかったが、新しく来た車も乗り心地が抜群で、どこまでも走って行きたくなる。この車とは
どんな思い出が作れるのだろうか。そう考えるたび、私はワクワクする気持ちを抑えられないのだった。